捕まえてきてください、アルパカを。私は少しばかり苦手だけどさ、アルパカって人懐っこい動物なんだろ。だったら難しい試練じゃなさそうだな。それでは連れてきてください、あの子。このアルパカは特別な個体でしてね、少し近づいてみてくれますか、ウクラマタ王女。私がか？まあ何もしなきゃ何もしてこねえよな。エレンビルもそう言ってたし。なのに好奇心旺盛という相反する性質を持っています。そして怖がっている時に無理に近づこうとすると唾を吐きかけてくるのです。威嚇のために。とっても臭いですよ、アルパカの唾は。混じっていますからね、未消化の食べ物が。唾は外敵を追い払うための彼らの武器なのです。特にその子みたいな谷に生息する野生種は臆病で攻撃的なんだ。その分強いけどね、足腰も。頑強な体の野生種と温厚な心の家畜種、その2つを掛け合わせることで生み出してるんです。行商人が求める重い荷を運べて扱いやすいアルパカを。なるほど、よくわかったぜ。今の説明で別に唾を浴びせる必要はなかった気がするが。